皆さんこんばんは、サザエアキンドです。今日ご紹介するキットはですね、こちら、バンダイのですね、かなり古いプラモデルですね、かなり古いプラモデルになります。電磁タイガーですね、電磁タイガー大電磁付きというこちらのキットの方をご紹介していきたいと思います。かなり前のキットですけども、私電磁マン好きなんでね、ちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ではこちらのキットですね、古いキットなんですけども、キットの外側から見ていきたいと思います。電磁タイガーと大電磁ですね、大電磁が書かれた、表箱ですね、表こんな感じですね。そして、側面ですね、電磁ファイター5発進用意、電磁ファイター5変形開始、電磁セッターの電磁、わずか 5秒で大電磁に変形という形ですね。これまあこういう設定だという説明ですね。そして、これが、キットの写真ですね。電磁タイガーの中に、電磁ファイターが収納されていると、実際収納できるという感じですね。この商品は、塗装してありますということなので、まあ、塗装するとこういう状態になるという感じですね。そしてミサイルが発射、キャタピラは折りたたみ式ですね。そして、電磁ファイターが、大電磁に変身するという機能がついているという、こういったキットですね。当時価格多分1000円ぐらいだったと思うんですけども、こちらの方ですね、ちょっと焼けてますね、赤バンダイですね、手に入れることができたので、じゃあキットの次はですね、中身の方を見ていきたいと思います。中身の方をご覧に入れます。はい、じゃあ箱を開けていきたいと思います。はい、キットの中身ちょっと全部出していきましょうか。青パーツ、そして白いパーツ、そして赤いパーツ、そして説明書になりますが、説明書かなり焼けてますね。はい、古いキットなんでかなり焼けてますね。じゃあまずパーツの方から見ていきたいと思います。まず、青いパーツですね。これが、電磁タイガーの本体になるところですね。ランダーからは切り離されてる、これ別なのかな、こういった形、結構だから、古いキットなんですけども、まあ、モナカなんですよね。モナカなんで結構大きい印象ですね。結構大きいですね、これキットの大きさこれぐらいありますんで、さすが電磁ファイターを入れるだけのことがありますね。これが青いパーツ、そしてこれが赤いパーツ、キャタピラですね。キャタピラのパーツ、翼のパーツとかですね。あと、そうですね、大電磁の顔がここにありますね。顔、手足のパーツなのかな、こういった形。そして白いパーツ、こちらの梱包の中にはシールが入ってますね。シールで表現されているところと、あとまあ多分本体の側面ですね、これがボディーパーツかな、頭のパーツなど、これが白いパーツ、まあ、ランナーは3枚とですね、非常にシンプルな構造になっています。はい、それでは説明書のを見ていきたいと思います。まあ、ちょっと焼けてる説明書、しかもですね、まあ、当時もんなんで白黒ですね。組み立て説明書、で大電磁が電磁ファイターに変形し電磁タイガーに収納できます。そうなんですよ、このキットすごいのは、大電磁がまあファイターになって、そして電磁タイガーの中に、ね、パカッと収納できる機能が、ね、この大きさでついてるということなので、結構ですね、優れものキットなんじゃないかなと思いますね。まあ、私は電磁マンが好きだっていうので買ったんですけども、キット自体はですね、変形ギミックがあって、大電磁がですね、電磁ファイターになるっていう、劇中のですね、が再現できるという形になってますね。大電磁の完成って書いてますね。電磁体がスプリングが入ってて、ミサイルがピューンって飛びます。いかにも飛ぶミサイルみたいな感じがついてますけども、オープニングのシーンでもですね、ここからミサイル発射してましたし、後ろの方にも、クレーンかな、クレーンがついてるんですね、電磁体がっていうのは、はい、という形になって、中も中で結構広いんですね。そこに電磁ファイターを収納する形で、まあ、両側のサイドのね、格納庫は開き、前も開いて、そして、こんな感じですね。前開いて、左右開いて、電磁ファイターが出る、そしてミサイルが発射できる、そしてキャタピラは収納ですね。そして電磁ファイターですね、これが変形して、大電磁が電磁ファイター、まあ、電磁ファイターが大電磁に変形するというプロセスが多いんですけども、足がこうずれて、胸が、閉じて、電磁ファイターが大電磁に変身するというですね、なかなかこういったギミック、小さいながらもですね、いろんなギミックがついている、電磁タイガーですね。こっちちょっと欲しかったので、ちょっとね、オークションで買ってみたんですけれども、懐かしのですね、電磁マンのですね、キットです。で、私ですね、電磁マン好きなんですよね、個人的なんですけど、電磁マン好きって、電磁マンの歌が好きなんですけども、
ちょっとですね、またライブの方で、ちょっとこれ接着剤必要なキットだからちょっとライブ難しいかもしれませんけれども、ちょっとですね、まあ好きなのでデンジマンの歌をですね、主題歌を口ずさみながらちょっとですね、作ってしまうかもしれないというキットという、それぐらいですね、懐かしいキットで、しかも、変形するんですよね。変形する電磁ファイターがついてて、中にですね、電磁タイガーの中になんと、電磁ファイターが格納できるというですね、劇中の、このプロセス、ね、一連のプロセスが、再現できるという優れものキットなんで、ちょっとですね、塗装とかも必要なんですけども、ちょっと手を入れてですね、作っていきたいと思ってますんで、また、制作の方も動画にしたいと思いますんで、そちらの方もぜひ見てあげてください。懐かしい方にはね、非常に懐かしいキット、懐かしいと思いますんで、よろしかったら動画の方もよろしくお願いします。それでは、ささらいのアキンドでした。またお会いしましょう。さよなら。